きのとひ事変。きのとひ事変。いつび事変は、李氏朝鮮の第26代国王、高僧の王妃であった敏妃が1895年10月8日、三浦五郎らの計画に基づいて王宮に乱入した、日本軍守備隊、領事館警察官、日本人総始、大陸浪人、朝鮮親衛隊、朝鮮訓練隊、朝鮮刑務士らに暗殺された事件。韓国では、 ビンの死亡をとって、秋なり皇后死害事件とも呼ばれる。1894年3月28日、ビン氏政権によって開花派の中心人物金、玉金がビンの資格である、広市小佐の回転式拳銃に暗殺された。そして5月31日、ビン氏政権に不満を持つ農民が放棄し、皇后農民戦争が勃発した。農民軍は全州を占領したが、 統治能力を失った民主政権は、創始国清に軍の出動を要請。清の軍隊が朝鮮半島に駐留することを嫌った日本政府は、日本も朝鮮へ出兵することを決定した。民主政権が農民に譲歩する形、全州和訳で戦争は6月に一旦沈静化した。その間日本は民主政権に内政改革を求めたが、受け入れられず、 日清戦争開戦を2日後に控えた1894年7月23日、日本軍は慶福宮を占領した。日本は臨死政権と対立していた沖ノ大院君、高層の父の復権を行い、開花派の金杭州政権を誕生させた。金杭州政権は日本の支援のもと交互改革を進めた。日清戦争は日本が勝利し、 1895年4月17日、下関条約が締結された。その結果、朝鮮は清からの独立を果たしたが、三国干渉によって、日本の影響力が後退すると、交互改革によって、政権を追われていた便秘とその一族は、ロシア公使、カールイバノビッチベーバと、ロシア軍の力を借りて、クーデターを行い、1895年7月6日に、 政権を奪回した。下関条約からまだ三ヶ月も経過していなかった。日清戦争直後にロシア軍の力を背景に行った民非勢力のクーデターは大陰ニや開花派勢力、日本との対立を決定的にした。こうした中で日本公使、三浦五郎、軍事顧問、岡本龍之介らは前年の応急戦量の再現を狙って、 新度派の便秘を排除するクーデターを実行することにしたとされるが、一方で、大院君が軍事顧問の岡本龍之介に再三にわたり密使を送っていくことや、10月6日に訓練隊を解散し隊長を厳罰に処すとする宣言がなされたことが漏れ伝わったことで結構した訓練隊は、大院君を法事決起することとなったという一時資料も存在している。 ただしこの訓練隊の訓練は日本の指導であったことを三浦講師は述べており、その解散を告げられたとき、三浦講師の頭に時期が切迫しついたちも猶予を許さぬという考えがひらめいたのだという。1895年10月8日午前3時、日本軍守備隊、領事館警察官、日本人総使、大陸浪人、朝鮮親衛隊、朝鮮訓練隊、 朝鮮刑務士が刑服宮に突入、騒ぎの中で便秘は切り殺され、遺体は焼却された。この時、三浦らは、大院君を担ぎ出すため、屋敷から王宮へ散大させたが、大院君が、のらりくらりと時間を引き延ばしたため、ことの露見を防ぐために、夜明け前に行うはずだった策は破綻したとする説も、ある。なお、日本守備隊は鎮静化のため王宮の警備を行った。 自衛隊と訓練隊との衝突は、軽微なものとなった大胤軍の護衛に日本人が参加することなどについて、三浦五郎は黙認したなどとする日本側の録もある。日清戦争が終わると、日本とロシアが朝鮮半島の支配権を争うことになった。日本側は大胤軍に接近し、これに対して便秘は日本人の影響下にあった訓練隊を解散し、 ロシアの教官による自衛隊を控えようとしたので、日本公使館は危機感を持っていたのである。事件の背景には、おきのり大員君と便秘の権力闘争、大員君が便秘一族によって、摂政の座を追われた1873年の最初の失脚以来、20年以上にわたって生産な権力闘争を繰り広げていた、改革派、開花派と死急派、自代党の路線闘争、 さらに、朝鮮半島をめぐる日本の安全保障問題、日本と清の派遣争い、日清戦争後の日本とロシア帝国の派遣争いがあった。そのため、日本公使、三浦五郎らの主導による、振動派の便秘を排除するためのクーデターとする説が、日本における歴史研究のほとんどで採用されているとの見解があり、歴史辞典の多くがこの説を明記している。 朝鮮側の関与については、朝鮮王室内部クーデターに見せかける意図で、沖ノり大員君や朝鮮の訓練隊が利用されたと、する説のほか、朝鮮側が首謀しているとする説や、決定的証拠がなく、不明とする見解がいましている、朝鮮人首謀説参照。事件直後に行われた朝鮮国内の裁判では、沖ノり大員君を、 事件の首謀者とする朝鮮王朝内の権力闘争としての判決が出ている。10月10日、日本政府は実情調査のため小村寿太郎外務省政務局長を刑場に派遣。三浦は10月24日に面間処分が下され、小村が公認となった。また、特派大使として井上薫が刑場に派遣された。 三浦をはじめ事件に関与した容疑のある外交官、軍人らには基調命令が、日本人民間人には大官が命ぜられた。軍人8人は、第五師団の軍法会議にかけられ、三浦ら48名は暴殺罪等で起訴され、広島監獄未決に収監されたが、死亡と殺害に関しては、証拠不十分で免訴となり、釈放された。日本国内における裁判にあたっては、 朝鮮政府、金光州政権が、事件は、朝鮮政府内部のもので、大陰君に責任があるとし、その内容で決着をさせようとする朝鮮政府、金光州政権からの意向が日へ伝えられていた。事件発生時、経常領事館一等領事であった、内田一土は、外務次官の原隆宛に、事件関連の指針発通を送っており、便秘を殺害したのが、 朝鮮人守備隊の陸軍将尉であること、10月8日付、もしこれを隠蔽せざる時は、我が国のため輸式大事件と、愛生ため事件への日本人の関与を隠蔽する、工作を行っていること、10月11日付を、報告している。また、後に、与謝野明子の夫となる、与謝野鉄官も加わっていたとされたが、当日に、木浦で釣りをしていたアリバイがあったとして、 広島地裁検事局は面相とした。朝鮮では、貧妃暗殺の2日後、10月10日、貧妃の死亡が一般に公表される前に、大院君が貧妃の王公の地位を剥奪し、平民に落とす象徴が交付される。なおこの時、貧妃の死亡はまだ公表されていない。その後、小村寿太郎の助言もあり、11月26日に、再び王公貧氏に復位している。 朝鮮の裁判では、王妃殺害を今回計画したのは、私ですと証言した、リアマネ会、全軍部共勉委考慮時間をはじめ、僕族、日本公使館通訳、インスズー、新衛隊副上の3人とその家族を、三浦らの後半中同年10月19日に処刑した。抗争は、 露館派戦後2事件についての再調査を実施し、事件が日本人士官の指揮によるものであること、日本人総士らによって便秘が殺害されたこと、朝鮮人の逆賊が日本人を補助していた子などを調査結果としてまとめ、ソウルで発行されていた英文雑誌に掲載した。資料によると構想と巡守は殺害現場にいたことが記録されている。構想は1906年、 韓国党館代理、長谷川義道を越見した際に、我が診療中不定のと、私の部下の中に犯人がいたと述べており、また、ロシア公使館から便秘暗殺事件の容疑で特赦になった、超正し淵当時軍部大臣、宇野利よ訓練隊、第二大隊長、リート、こう、訓練隊、第一大隊長、李信ン新英、第二大隊長、李ハ来、 訓練隊副隊長、賢人、当時刑務士の6名ついて、王妃を殺害した、長本人であるとして、処刑を直命で命じている。殺害現場にいた、淳州は、昨日と羊事件に、再始、現に臣が目撃せし国母のあだとうの義が、国母のあだであることを目撃したと報告しており、またうの義自身も、右派9年王妃をしせしはじこなりとよろせりと、 自らが便秘を殺害したと自白している。うは、順州が放ったとされる資格、公英婚とイン名によって、広島県呉市において1903年、明治36年11月24日、暗殺され、1907年2月4日、広島公訴院で公英婚は無期、露飲名は12年の刑が言い渡された。同年に当官府は、 超ただし不地位か6名を特赦することを決定したが、その際、準州は、貧秘殺害の犯人であるウーを殺した公衛婚を特赦すれば、昨日と羊事件はここで初めて解決し、両国間数年の義願も評価するとして、公衛婚も特赦するよう要求している。実際の暗殺の死亡者や実行者は誰であったかについては、複数の学説が存在しているもの。 日本における歴史研究のほとんどでは、三浦五郎らの計画に発し、その指揮によるものとする。堀幸夫は、現用者、関東自由党、熊本上風連の指定ら50人が、足立健三を、部隊長に応急に乱入し、便秘を殺害したのである。と書いている。事件当時、在朝鮮日本公使館一等書記官であった、杉村深氏は、解雇録。 明治二十七十八年在韓区新録、1904年で、自らが計画者の中心であると述べ、便秘を中心とする新路派を排除するため大院訓や訓練隊を利用したクーデターであったと告白している。また裁判では、手段は前年七月の応急戦領に比べ、はるかに恩和で、前年の今日、政府は是認している以上は、公認講師がこれに習っていった。 今回の許もこれを責めることはできないとの内容の供述を行っている。日本政府が直接関与したかについては否定的な見方が多く、ハタイクは日本政府の関与については証拠不足との見解を示している。背後関係について言及した近年の学説では、西府三重が前任の講師であった井上薫の主謀論、金富美子が井上が更迭され、 公認として三浦が、川上総六ら大本営の意を受けて送り込まれたとの、説がる。なお、事件当時における見方としては、内田一土が、原高氏に宛てた、指針、前述があり、政府の意思ではないだろう。我が政府の内意に出たるものにあらずあるべしが、前年の応急占領と同様に政府が追認する、可能性があるため処分について当枠していると、記されている、月日付、 事件直後に、朝鮮政府は、朝鮮国内で行った裁判で、おきのり大院君、ん、構の父の死亡とする判決が出たことや、朝鮮人実行犯の証言等から、事件の首謀者を大院君とする見解は根強く、また、貧子一族の応暴や、遠鎖の声が国中に満ちていることを憂慮していた、朝鮮人らが積極的に参加していたとの見解や、 決定的な証拠がないため不明とし、実行犯が日本人か朝鮮人かをめぐって、小説やノンフィクション、テレビドラマなどで現在でも様々な意見や主張が出されているとも言われる。近江州政権は、事件後、大院君に責任があるとし、大院君を宮欠外に退かせること、王妃を福井すること、関係者を処罰することが重要であるとして、 これを内閣に提出している。ユキチふかによれば、これは大院君に、に全ての責任を負わせて、政権が責任を免れようとしていたものとし、その一方で、ユキチしはアメリカ人牧師モールスに送った手紙に、大院君が日本公使館に頻繁に出入りして、便妃殺害を日本に要請したのは大きな間違いだと書いていた記録が残っている。 日本と韓国の著者であり、終戦時には全羅南道の知事であった、八木信は、民主政権が、訓練隊を解散させようとし、事件前日の10月7日に解散通告をしてきた。ため、訓練隊の幹部が、民主勢力との決闘を決意し、民主の政敵である、大院君の力を借りてことを進めようとしたが、これを知った三浦が岡本を、大院君のところへ送り、 共にクーデターを決行しようという密約を結んだと述べている。また、事件直後の内田一土による報告では、今回の事変は全く団員君及び三浦講師の計画に基づきたるものと両者の計画であったしてり、これらの報告に沿って、日本国内における裁判では、三浦と団員君との密約が事実として述べられている。しかし、三浦は事件直後に、 何か特約でもあったことか、と、明治天皇の言葉を伝えた、十、米田虎雄に対して、大陰君はただ、自分の言いなり次第になったわけで、約束も何もないと答えたと晩年に回想している。他にも大陰君が、事件に強く関わっていたとする、次のような言及がある。19世紀末に、ロシア人へ、デチャガイが編集した、朝鮮旅行記の、 1895年から1896年の南朝鮮旅行の章に、ロシア参謀本部のカルネイエフ中佐が、1895年11月26日に実行された王妃暗殺では、間違いなく大院君がかなりの役割を演じていたと発言していたことが記述されている。韓国の独立運動家にして、大韓民国臨時政府、第二代大統領だった。 録音色も、便妃暗殺犯を、おき乗り大員君だと指摘し、順州は、宇のりが、国母の仇であるとし、それを現場で目撃したと証言している。うも自分が王妃を殺害したと、自ら漏らしたとされる。また現場にいた構想は、我が診療中不定のと、私の部下の中に犯人がいたと述べている。王宮に乱入した日本軍守備隊、訓練隊は、自衛隊。 慶福軍の警護に当たっていた、この絵舞隊と戦闘を繰り広げた。自衛隊の教官は、アメリカ人将軍のウィリアム大、ダイで、ロシア人ご用義士、アレクセイ・セレディンイコール・サバチン、シーと共に、事件を直接目撃した。この経緯については、イザベラ・ワードの朝鮮機構に衝述されている。サバチンによる事件についての報告書が、ロシア科学大学の教授に発見され、 米国コロンビア大学において1995年10月6日付で、その翻訳が公開されている。サバチンの証言は、以下のようなものである。以下は、部分訳。事件後、ロシアは、ソウルに、水兵100名を上陸させ、日本と諸外国の緊張が高まる中、大ラアメリカ兵、ロシア大陸公主ベーベルも関与した、カウンタークーデター事件、ハルオモン事件が発生。 翌年の露間派戦へとつながっていく。安川樹之助や金風美子は、便秘は微妙なバランス感覚による外交政策を得意にしていたが、日本では事件後ことさら、便秘を誹謗し、事件を便秘と大員君との権力闘争の秘訣として面白おかしく、病用な言説がルフされたとし、そうした情報操作には、福沢諭吉の関与があったと主張している。 この事件を機に、おきのり大院くんと抗争の亀裂は決定的となり、おきのり大院くんは失脚した。3年後、1898年に、おきのり大院くんが亡くなった際も、略式の葬儀しか行われず、しかも抗争は、父親の葬儀に参列しなかった。2004年に、熊本出身の元教師ら20人によって、秋成公工を考える会が結成された。 同会は、日本側実行犯の公営を探し出して、関連記録を調査、殺害事件の真相究明を目的としている会で、あるとい。同会が2005年に行った、謝罪業は、日本のドキュメンタリー番組、テレメンタリーで、114年目の評価、反日感情の原点、貧悲暗殺を見つめた5年とのタイトルで放送された。2005年5月10日、 事件のドキュメンタリーを制作しているプロデューサーのチョン、スーンの要請で、秋なり広報を考える会の会員10人と共に、日本側の実行犯とされる、家入り吉吉国友茂章の子孫が入国し、広報が埋葬されている、広陵を訪れ、土下座して、謝罪をしている姿を、韓国の報道機関が伝えた。墓地を訪れていた、ビンヒの彦と面会したが、謝罪の言葉を受けた、 ビンヒのヒコは、謝罪を受ける、受けないは、自分がすることではない。政府レベルの謝罪がなければならないと語った。このドキュメンタリー番組では、犯人は日本人としており、暗殺事件の犯人は、朝鮮人によるものであったという国王、構想や王子、順州などの証言を、日本の工作とした。また、韓国の市民団体が、 串田神社に対して、原容者の藤正剣が1895年に、これ藩王妃を残捨地後うめ木となった者なりと奉納した、秘膳刀を韓国に差し出すか、処分するかを要求している。刀の鞘には、一瞬伝光白を込む暗金にと刻まれているが、これは三浦が貧妃を、メギツネと呼び、貧妃暗殺を、狐狩りと、密かに呼んでいたことと符号するとしている、夢案とは、 藤士マ県の豪。また、この市民団体は、秋なり皇后が暗殺され、その狂気が日本の神社に保管されている事実を日本社会に広く伝え、日本の戦争犯罪を究明し、誤った歴史認識を正すべきだとも主張している。なお、構想実録は、朝鮮総督府によって編集されたもので、編纂委員には、事件の容疑者だった菊池健上の名もある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。